ミネソタ・ティンバー・ウルブズはアメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス市に本拠を置く全米プロバスケットボール協会のチームウェスタンカンファレンスノースウェスト・ディビジョン所属チーム名のティンバー・ウルフはミネソタ州などに生息する狼の一種ティンバー・ウルブズを略してウルブズと呼ぶこともある1 9 8九年にミネソタ・ティンバー・ウルブズが NBA に加わる以前 ミネソタ州ミネアポリスを拠点としたチームがいくつかあった。ミネアポリスレイカーズは NBA 初期の1950年代を代表する競合であり、ジョージ・マイカンを中心に5度の優勝を果たしたが、1960年にロサンゼルスへ移転した。1960年代以末には ABA のミネソタ・マスキーズとミネソタ・バイパーズが、 それぞれ一年間存在したが、以降ミネソタ州にプロバスケットボールチームはなかった。1980年代に入って以降 NBA は、校長に業績を伸ばし、リーグ拡張の機運が生まれていた。その結果80年代末には4チームが NBA に加入し、ウルブズもその一つだった。この時期、かつてミネアポリスレイカーズで活躍したジョージ・マイカンを中心とした団体が、 当時売却される可能性があった NBA のいくつかのチームにミネアポリス移転を働きかけたが実現しなかった。一方で地元の実業からがミネアポリス地区にプロバスケットボールチームを設立する動きを見せ始めた。両者の協力により1988年にはミネソタティンバーウルブズ結成の運びとなり翌年より NBA のチームとして活動を開始した。 ティンバー・ウルブーズの名は投票により選ばれた。初期のウルブーズでは、トニー・キャンベル、ダイロン・コービン、アイザイア・ライダー、クリスチャン・レートナーなどが活躍したが、1990年代末まで、勝率が5割に達せずほとんどのシーズンで30勝、一家であり、20勝に満たないシーズンも二度あった。ケビン・ガーネット211994年に、地元ミネソタ出身のケビン・マクヘールが、 フロント入りし、翌年実質的なジェネラルマネージャーの職に就いた。マクヘイルは1995年の NBA ドラフトでケビン・ガーネットを指名し、フリップス・ソーンダーズを HC に据えた。高卒選手だったガーネットは徐々に成長し、リーグを代表する選手になった。1995年にドニエル・マーシャルと交換でトム・ググリオッタを獲得し、1996年には、 ステフォン・マーブリーが入団、ガーネットと共にチームを牽引したが、1998年にググリオッタがフリーエージェントとなり、チームを離れると、ガーネットがチームと結んだ高額年俸の影響もあり、1999年にはマーブリーもトレードでチームを去った。以降のウルブズは、テレル・ブランドン、ウォーリー・ザービアックなどの高選手を迎えたが、ガーネットの年俸が高額なために、 スター選手を集められないという批判が続いた。また2000年には、1999年夏に、ジョー・スミスと結んだ契約が、サラリーキャップ規定に反していたことが発覚し、5年間ドラフト1巡目、指名権を剥奪と350万ドルの罰金処分を受けた、マリック・シーリーが、交通事故で他界するという不幸があった。1997年に、ウルブズは初めて、 プレーオフに出場したが、以降7シーズンにわたり、プレーオフ1回戦で敗退を続けた。2004年、ブランドン、ジョー・スミスらを放出し、サム・キャセール、ラトレル・スプリーウェルラをトレードで獲得。地区首位の58勝24敗と躍進し、ガーネットは MVP を受賞、初めてプレーオフ1回戦を突破、地区決勝まで進出したが、そこで、ロサンゼルス・レイカーズに敗れた。 翌シーズン以降のウルブズは、レギュラーシーズン成績も低下し、プレーオフ出場を逃している。低迷が続いたウルブズは2007年についに、ガーネットをトレードに出し、ヘッドコーチに長らくアシスタントを務めてきた、ランディ・ウィットマンをつけ、チーム再編の時期に入った。しかし、ガーネットの後継者として、アルジェファーソンに期待がかかっていたが、2009から10、シーズン後にユタジャズへと、 トレードで去ったため、新たなチーム再編を強いられていた。2006年にドラフト一巡目7位で獲得したランディ・ホイ、2007年一巡目7位のコーリー・ブリューワー、2008年に一巡目5位で獲得したケビン・ラブ、2009年一巡目6位のジョニー・フリンと、低迷期の財産である連続するドラフト、上位指名権を活用した補強の効果を出すにも時間を要し、 ヘッドコーチをカートランビスへと変えたところで急速には上向かず、2009から2010シーズンはついに67敗という、三端たる成績へと落ち込んでいった。2010から2011シーズンも60敗以上のシーズンとなり出口は見えなかった。2011から12シーズン、ベテランコーチのリック・アデルマンを迎え、2009年の NBA ドラフト1巡目5位のリッキー・ルビオ加入の 効果が出て26勝40敗まで持ち直し、2012から13シーズンはアンドレイ・キリレンコラを補強し、31勝51敗とわずかずつではあるが勝率を上げていった。2013から14シーズンはニコラ・ペコビッチの成長もあり40勝42敗と勝ち越しまであとわずかに迫ったが、競合ひしめくエストではプレーオフへの道は遠かった。二千十四年、 アデルマンの引退に伴い、5月3日、かつてヘッドコーチを務めていたフリップ・ソーンダーズが、ウルブズの球団社長に就任し、6月5日、ヘッドコーチに就任した。ウルブズは、チームの戦略に不満を訴えていたエースのケビン・ラブに、別れを告げる決断を下した。2014年8月23日、ウルブズは、クリーブランド・キャバリアーズ、 フィラデルフィアセブンティ・シクサーズを交えた三角トレードを行い、ラブをキャブスに、ルックン・バーモーテラをシクサーズに放出し、サデウス・ヤングをシクサーズから、さらにキャブスから2013年の NBA ドラフト1位のアンソニー・ベネットと2014年の NBA ドラフトでキャブスが1位指名したばかりのアンドリュー・ウィギンスを獲得。チームの命運をウィギンスに託すことになった。 しかし、ウィギンスの奮闘も実らず、2014から15、シーズンはリーグワーストの16勝66敗で終了した。2015年の NBA ドラフトで、全体1位指名権を得たウルブズは、ケンタッキー大学のカール・アンソニー・タウンズを指名。これに、ウィギンス、ザック、ラビーンなどを加えた有望株が揃い踏みし、大きな期待が寄せられていた。ところが、シーズン開幕直前、 ウルブズの発展に尽力してきたフリップ・ソー・オンダーズ、球団社長兼 HC が他界するという事態に遭遇してしまう。悲しみを乗り越え再出発を図ったウルブズだったが、急遽暫定 HC に昇格したサム・ミッチェルは、若きタレント陣をまとめることができず、29勝53敗に終わり、ミッチェルはシーズン終了後に解任。一方でタウンズは新人王を受賞するなど、 光明も見出した。新ヘッドコーチに、トムシボドーを招聘して挑んだ2016から17シーズンだったが、シボドーの戦術が浸透せず、さらにシーズン中盤にザック、ラビーンを負傷で失うというアクシデントもあり、31勝51敗で終了。そこでシーズンオフには大改革を観光。2017年の NBA ドラフト開催日にラビーンを シカゴブルズに放出し、ジミー・バトラーを獲得。さらにリッキー・ルビオも放出し、タージ・ギブソン、ジェフ・ティーグ、ジャマール・クルフォードといったベテランを獲得。またアンドリュー・イギンスとも大型契約で契約を延長するなど、メンバーを一新して、プレイオフ出場を目指すことになった。2017から18シーズンは、途中、ジミー・バトラーが、 膝の怪我により離脱するという不運に見舞われるも、シーズン終盤の4月には復帰、レギュラーシーズン最終戦には、デンバーナゲッツとプレイオフ進出の最後の座をかけた、直接対決に勝利し47勝35敗で2004年、以来14シーズンぶりのプレイオフ進出を決めた。プレイオフでは、リーグ勝率1位のヒューストンロケッツ相手に1勝4敗で1回戦敗退となった。 2018から19シーズン序盤、オフにトレードを要求していたバトラーを、フィラデルフィアセブンティシクサーズに放出。チームも調子を落とし、36勝46敗で、プレーオフ出場を逃した。2019から20シーズンは、開幕から低迷し、大型契約を結びながら伸び悩んでいたビギンスを、トレード期限直前にゴールデンステートオーリアーズへ、放出し、大学時代から、 タウンズの親友であったデアンジェロ・ラッセルを獲得。タウンズとラッセルの新たなデュオを中心に再建を進めていくこととなった。ノート、勝ちイコール勝利数、負けイコール敗戦数、パーセントイコール勝率太し文字、伝動入り選手、優勝時に在籍した選手、在籍時に MVP を獲得した選手。 偉大な50人日本での公式戦線1999年11月にサクラメントキングスと共に来日し東京ドームで開幕に試合を行ったこの時ジェイソン・ウィリアムスを擁するキングスの方が人気があり1試合ずつのホームゲーム扱いだったが2試合ともキングスを応援するファンの方が多かったしかし試合ではエースのガーネットが第1戦で31得点17リバウンド 第2戦43得点12リバウンドと活躍し、1勝1敗のタイにした。ミネソタティンバー・ウルブズのチーム記録、ありがとうございます。